今日は秋田県でイベントです。ゆきさんハートありがとうございます。おはようございます。今ね秋田にいます。おはよう、おはようございます。ふがさんスノードームありがとうございます。あのね、そうだから秋田に着いて、秋田に着きましたよの写真をインスタだったりとかホットドグに載せようと思ったんですけど、時間が過ぎちゃってて載せれなかったので、今日もし時間があったら載せようかなと思ってるんですけど。そう、星健さんハートありがとうございます。なんだろう、なんかね、でもモフさんのお母さんが言ってたのは、もう雪が積もっててもおかしくないんだって。そうだけど今年は天気が良くてまだ雪は降ってないんですよって言ってた。昨日ねモフさんのご家族と一緒にご飯に行きまして、そう、秋田着いた、あ楽しみ。セルシルバさん花束ありがとうございます。アキさんお花ありがとうございます。そう、なんかだから雪降っててもおかしくないんだってこの時期って言ってました。まあ新潟もね雪降ってる場所がまああるから、まあ、確かに降っててもおかしくないんだろうなと思って。でも今年はね天気がいいみたいです。まだ雪は積もってないですけど、めちゃくちゃ寒いです。スイバラの赤 T さん、スノードームありがとうございます。アタルさんお花ありがとうございます。 TW さんだるまありがとうございます。あ、弟ね、私の妹と同い年だったの。弟さんにも会ったんですけど、そう家族みんなでご飯食べて、そう弟さん私の妹と同い年だった。金之助さんハートありがとうございます。あいよりおしさんハートありがとうございます。ゆうたさんアイスありがとうございます。秋田ね、お米食べてないんだよね。あのきりたんぽ食べたの、あれお米か。でもあのお米そのものは食べてないですね。だからわかんないな、お米の味は。そう、モフさんのご家族めちゃくちゃいい方でした。本当にそう、すごい楽しかった。でもねモフさんね、もうご家族にも止められるぐらいご飯食べるの。もうお父さんがずっともうやめろもうやめろって言ってて、そう、いやーすごい、でも楽しかった。あのねモフさんのご家族と諏訪さんとマネージャーさんなんですけど、諏訪さんとあと今日のイベントの司会をしてくださるなんか作家さん、プロデューサーさんなのかな、なんか秋田の PR の方なんだけど、そう、その方と一緒にご飯を食べまして、なんかねその今日司会をしてくださるその方がなんか何だったかな、なんか SKE さんの番組を昔なんか一緒にされてたみたいで、諏訪さんと知り合いで、今村さんのことも知ってて、まあ、前に秋田に来た時に今村さんとも一緒に話してたみたいなこと言ってて、そう今回今村さんこっちじゃなくて石川の方のイベントに行ってるそうなので、ちょっと今回いないんですけど、そうだからすごいねいっぱいお話ししたんですよね。新潟のあちゃんさん花束ありがとうございます。きりたんぽ美味しかった。金之助さんスノードームありがとうございます。生誕 T シャツで秋田向かってます。嬉しいけど絶対寒いよそれ、大丈夫かな、寒いよ、暖かい格好してね。まちまちさんお花ありがとうございます。すいわらなか T さんだるまありがとうございます。そうモフさんねすごい止められた。まずきりたんぽを食べて、その後うどん食べて、なんか親子丼も頼もうとしたらさすがに止められてた。そう、私はあのきりたんぽ食べた後に最後あゆ太郎さんと稲庭うどん半分こしました。めっちゃ美味しかった。あとね、なんだろう、はたはた
私は塩焼きで食べたんですけど、モフさんは煮付けで食べて、エタロさんは天ぷらで食べました。 そう、なんかいろんなね、食べ方があるみたい。モフさんお父さん、あ、確かにそっくりだったかも。すごい似てた。似てる、うん、似てたかもしれない。食べた、なんだっけ、何地鶏か分かんないけど、お肉食べた食べた。なんだっけ、きりたんぽの中にも入ってたし、お肉そのものも食べた。そのものって言ったらおかしいけど 食べました。あれ、ニーサさんスノボだに、スノボ、スさんスノードもありがとうございます。なまはげね、合ってない。秋田駅に着いていましたね。なんか置物っていうか壁にくっついてたけど、それは写真撮ったんですけど、なんかね、それ写真撮ってたら諏訪さんが「俺も撮って」って言ってきて なぜか諏訪さんの写真を撮るっていう、なんか恒例なんですよ。いや、恒例かって言ったらちょっとおかしいけど、なんかね、諏訪さんの、やっぱ諏訪さんの、なんかドラさんとめちゃくちゃ仲良くて、ドラさん5人のグループ LINE があるんですけど、なんかよくかいりちゃんとかも、かいりちゃんとかちかなとか諏訪さんとご飯行くと諏訪さんの写真を載せてくるんですよ。そうだけど、ドラさんみんなその LINE 無視するのね、既読無視するの。 でそれを話してて、そう、なんかだから諏訪さんが「俺の写真撮って」って言って、ドラさんとこ送ってってグループ LINE にその諏訪さんの写真を送ったんですよ。そしたらかいりちゃんが「なんか笑顔になれる」って送ってきて、「かいりちゃん大丈夫かな?」みたいなことを諏訪さんと話してて、そう、なんかね、本当にね、なんでだろうね、諏訪さんのね、写真をね、ドラさんのグループ LINE にね、載せろって言われて 送った。なんかイルミネーション、最初はそのなまはげんとこで撮ったんですけど、その後イルミネーションのところでも、なんか撮らされて しかもなんか諏訪さん動画も撮って、で、動画も撮って送って、したらね、なんて言ったかな?ゆなこは完全無視、何も送ってこなかった。ちかのは「えっ?」て笑ってて、かいりちゃんは「なんか笑顔になれる」って言って、ななみは「なんかそんなことより動画のみみの声が可愛い」とかで めっちゃ面白い みんなめっちゃ適当 ほんと、あ、比内地鶏って読むのか。そう、食べた。小山田さん、はたありがとうございます。生ハゲね、でも今日のイベントちょっと出るかな、わかんないけど、出そうじゃない?でも秋田のイベントだから、どうしよう、共演することになったら 聞いてないけど しょこむさん、こんばんありがとうございます。トールさん、ハートありがとうございます。フガさん、ハートありがとうございます。顔看板、音が出る、ね、そうなの、めちゃめちゃびっくりしたの。なんかね、秋田駅に着いて、まあそのなんか、あいたろうさんが「秋田っぽいところで写真撮りたい」とかって言ってて、そしたら顔はめのね、看板を見つけたんですよ。だから「あ、じゃあ撮ろう」って言って撮ったら、なんかね、後ろにボタンがついてて、なんか押しボタンみたいなのがあって、なんだろうと思って なんか日本語とか英語とか中国語とか書いてあるボタンがね、あったの。それをあやとらさんがなんかピッて押したら「おー!」ってめっちゃ鳴り出して、なんか「おー!悪い怖いね」かって急に喋り始めて、めっちゃびっくりした。しかもね、それがなかなか止まらないの。なんか割と長い、1分ぐらいずっと喋ってて、そのね、そう、その看板が1分ぐらいずっと喋ってる中で顔はめして写真でも、もう笑いが止まんなくて、めっちゃ面白かった。しかも周りの人見てるし、本当に面白かった。 お嬢さん、ハートありがとうございます。近村ペンさん、ハートありがとうございます。画質悪くなくて、あ、 Wi-Fi 使ってるから、ホテルの。そう、かいりちゃんテストでお疲れだから、そうだね、もう疲れてるから諏訪さんで癒しを得たのかな、分かんないけど、なぜか笑顔になれるって言って
偉いね。フガさんハートありがとうございます。ショコムさんダルマありがとうございます。クリムソンスマッシュさんハートありがとうございます。トールさん花束ありがとうございます。ユキさんダルマありがとうございます。石川アンパンも、あ、そうなのね。石川のイベントもね、ナナミが行ってますけどね。そう、秋田県民か分かりません。秋田県民かね、なんかパンフレットにね載ってるよね。死の国、死の国秋田そこだけ覚えた、一番最後顔はめ誰かやってきて、秋田行く人ちょっとあの推しとお揃いみたいなやつあるじゃん、ちょ顔はめも一緒にやってきてよめっちゃ面白いよあれ本当に面白かった。でもね、秋田駅ねめちゃくちゃ綺麗なんですよ。新潟駅より綺麗、まあ新潟駅もねこれから綺麗になっていくんですけど、すごい綺麗だった。てかなんか栄えてる、すごいイルミネーションがめちゃくちゃ綺麗で、まあ、新潟もね欅通りがさこれからイルミネーション光るけど、なんかそういうのじゃないって言ったらおかしいけど、すごいねイルミネーションがいっぱいあって綺麗なんですよ。なんか大きいクリスマスツリーがあったりとか、あのちょっと私は時間があれで載せられなかったんですけど、モフさんとかも載せてた、あの秋田犬、秋田犬っていうんだって、あれって秋田犬じゃなくて秋田犬っていうんですけど、なんかその秋田犬のイルミネーションとかもあってめちゃくちゃね栄えてるんですよ。綺麗だった。ピメガネさんお花ありがとうございます。赤川区みたい、確かに止まらないかも。木之助さん緑色のありがとうございますチームメイトの子たちに会うと、あ、柴田のカズピーさんハートありがとうございます。ブーさんスノードームありがとうございます。めっちゃ止まるね。そうだよね、 Wi-Fi ちょっとダメですね秋田県民かね。でも新潟のさ県民歌って砂山だっけ。砂山はなんかでも小学生の時歌ってたから割とわかるな。ん、本当に砂山新潟の県民歌って砂山。おじさんハートありがとうございます。ね、新潟駅も綺麗になるといいな。あれ、ほんとちょっとね、立ててるものがペットボトルが動いちゃう。水原中木さんハートありがとうございます。ニックネームさんハートありがとうございます。秋田美人いた、でもモフさんがさいるじゃん。ひじりさんもねすごいかわいい、私一押しなんでエイトのエイトの中でひじりさんすごい好きだから。そうだよね、砂山だよね、新潟の県民歌砂山。やった、小学生の時なんか12月に絶対歌うんですよ。なんでだろうね。なんかさ今月の歌みたいなのが小学生の時にあって、毎月なんかいろんな歌をあるんだけど12月だけ絶対砂山だった。12月は砂山となんかクリスマスの歌で、なんだったっけ、林を塗ってみたいな曲それと砂山だったの、12月の今月の歌って。絶対そうだった。牛乳は買いましたか。あ、牛乳ね、驚かれちゃった。なんかね、まあ、
ご飯、モフさんのご家族と一緒にご飯に行った後に、まあ、ホテルに帰る時にコンビニに寄ったんですよ。そう、諏訪さんが買ってくれたんだけど、私牛乳買ったらめっちゃびっくりされた。牛乳飲むのって。さすがにあの一泊だったから大きいのは買わなかったんですけど、あの500ミリかな、あれちっちゃいやつ、ちっちゃくもない、あの細いやつじゃなくて、まあ、割とでかいけど背が低めなあれを買ったら驚かれた。あ、それズン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 の歌、そう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 、12月はその砂山とズン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 のやつ、その曲やった、今月の歌。新潟のあーちゃんさん、ありがとうございます。県民館ね、だから砂山はその小学生の時に毎年歌ってたので、なんだろう、割と身近というか、まあ、知ってるけど、他の県とかはね、沖田県民歌はさすがに知らなかった。これを機に一人部屋なの、一人部屋です。めっちゃね、ホテルがね綺麗だった。広いのでダンスの練習ができそうです。広いって言っても、まあ、あのそれなりにスーツケースが広げられるぐらい。ジングルベルじゃない、そう、ズン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 の歌。すいわら中西さん、誰もありがとうございます。そんなに画質悪い、ごめん。ショコムさん、こんばんは、ありがとうございます。今日会場行く、あ、お楽しみにしてます、お楽しみにしてます。昨日リハーサルをするのに会場に入ったんですけど、ステージがあって、あの、まあすごい広いです。体育館、椅子がバーって並んでました。すごいです。すごかったです。たくさんの方が来てくれるといいなと思います。ピーメガネさん、砂どもありがとうございます。ニッキーさん、砂どもありがとうございます。そう、あんなに広いところで3人でね、本当にパフォーマンスさせていただく、本当そうなんですよ。だから頑張りますね。頑張りますね。秋田県民だけど県立体育館の場所、あ、チームエイトさん、そうですね、年齢近いとか一緒かな、多分、一緒かな、佐藤奈美さんが一つ上とかかな、多分同い年だった気がする、うん、でも NGT よりもチームメイトさんの方が先輩なので、そう、モフさんもあゆ太郎さんもチームメイトさんの方が先輩なんですけど、年齢的には私はチームメイトさんの3人の方と多分ほぼ同い年だと思います。ニッキーさん、こんばんは、ありがとうございます。アキさん、お花ありがとうございます。そう、だからもう本当に、でもなんて言うんだろう、まあでもあゆ太郎さんもモフさんももう NGT としてずっと活動してるし、それでもチームエイトさんの方が先輩だわけですよ。めちゃくちゃ緊張しましたよ、昨日のリハ。だからもうどうしたらいいんだか棒立ちです。本当にこんなペーペーがなんでこんなところにいるんだろうって私も思いましたよ。なんで私秋田に呼ばれたんだろうってすごい思いました。でもね、あの、まあここまで来てしまったらもうそのメンバーっていう括りでは関係ないので、あの何年目とかそういうの関係なく、あの大きくパフォーマンスできたらなっていうふうに思うんですけど、そう、
だから全然そう、そのチームメイトさんなんて本当にいろんな場所でやってるじゃないですか。だから本当に初見のステージとかも多分いっぱい経験してるから、そうだから、ね、でもすごい、そうだからこんなペーペーがって思うけどでも本当ここまで来たらね、頑張りますね。声が皆さん、だるまありがとうございます。スイバラのカティさん、スノードームありがとうございます。新潟のあちゃんさん、花束ありがとうございます。今日の一番の見どころは、なんだろう、なんだろうね。まあでも3人しかいないので3人で何をするかですかねそう、 NCT3 人しかいないからね、何をするかを楽しみにしててください。トルさん、誰もありがとうございます。そうだからね、でも本当にそういうこういうステージでやることなかなかないと思うし、こんな少人数でやることもなかなかないと思うし、あの他のねグループの、まあ、他のグループって言ったらおかしいけど、フォーティエイトグループだからもう一緒って言ったら一緒だけど、他のグループじゃないですか、まあ、チームメイトさんは。だから他のグループの方とこうやって一緒にさせていただくこともあまりないと思うし、そう、なんだろう、総選挙とかそういうコンサートとか一緒にやってる中で共演することはもちろんあると思うけど、そうじゃなくてこういう外のイベントで一緒にやらせていただくってことはなかなかないと思うので、絶対学ぶこともいっぱいあると思うし、だからなんだろう、そう、いっぱいお勉強できたらいいなって思います。そう、頑張りますね。3人で寸劇してみる？シーンってなると思うね。でもお客さんとかどうなんだろう、まあもちろんファンの方もいらっしゃると思うけど、チームエイトさんのファンの方もいらっしゃるだろうし、まあ、NGT のファンの方もいらっしゃるだろうし、でもファンの方だけじゃないと思うから、秋田県のイベントなので秋田県の方が来てくださるのかなっていう、なんかその来てくださるお客さんの層が全く見えない、わからないんですよ。これどんな感じなのかがね、わかんないから、そう。だから楽しみですね。ちょっとドキドキです。あきみさん、ハートありがとうございます。ダライヤさん、ハートありがとうございます。自由席っぽいんだけど、あ、そうなんだ。ね、私もどこがいいとかちょっとよくわかんないけど。きのすけさん、スノードームありがとうございます。ニキさん、花束ありがとうございます。ヨシツネさん、ハートありがとうございます。トワさん、ハートありがとうございます。そう、秋田県の方にもね NGT48 のことを知ってもらうことももちろんそうだし、なんだろう、まあ本当に NGT を代表して今回は行かせていただくので、まあ秋田県のまだ NGT48 を知らない方にもこう知ってもらえるようにね、ちょっと頑張ってきますねそう、でもこれでね、またモフさんとね、あゆ太郎さんとね、仲良くなれたことが私はすごく嬉しいですね。そう、あゆ太郎さんとはあの名古屋でも一緒だったので、そう、まあなんだろう、でも G 公演出るようになってから本当に話すようになったなって感じてて、そう、あゆ太郎さんとも昨日のご飯の時もね、すごい仲良くなれたので、そう、あのちょっと本当にだから先輩しかいない空間の中でもちょっとモフさんとあゆ太郎さんが一緒にいるのでちょっと安心してますそうなのでちょっと頑張ってきますね。スイバラのカティさん、お花ありがとうございます。そう、頑張る、楽しみまあその今日のイベントの感想とかはね、また後日のショールームとかでお話できたらなと思うので、ね、そう、じゃあちょっとそろそろ終わりにしようと思いますね。
ランキングを読みます。13位は義経さん、ありがとうございます。12位はトンスケさん、ありがとうございます。11位はかとみのおしさん、ありがとうございます。10位はふるさとのゆさん、ありがとうございます。9位はジャンジーさん、ありがとうございます。8位はピーメガネさん、ありがとうございます。7位はゆうきさん、ありがとうございます。6位は塩昆布さん、ありがとうございます。5位はふうがさん、ありがとうございます。4位は小屋が山田さん、ありがとうございます。3位はおじゃさん、ありがとうございます。2位はアルニストさん、ありがとうございます。1位はトールさんです、ありがとうございます。頑張ってきますね。今日秋田のイベントいらっしゃる方、ぜひよろしくお願いします。楽しみましょう。本当にね、どういうイベントか私もあまり想像がつかないんですが、本当にこういうこと、こういう感じのは初めてなので、そのなんかミニ握手会みたいなのさ、名古屋でやらせていただいて、またそういうのとも違うから、こうなんだろう、県外のお仕事だけど、でもなんか NGT のやつじゃなくて本当に外のイベントなので、外のイベントに NGT として出させていただくので、本当に初めてなので私も全然想像がつかないんですけどぜひ楽しみましょう。私も頑張りますね。ちょっと NGT を代表してるので頑張ってきます。石川に行く方はぜひ石川を楽しんでくださいね。どんな感じなんだろう。確かに米フェス、そうだね、米フェスもそういう感じだったけど、でもやっぱ新潟のイベントだったから、その分 NGT をしてる方も多かったと思うし、でも今回本当に秋田県っていうところなので、絶対に NGT のことをまだ知らない方も多いと思うから、しっかりねアピールできたらなって。そう、米フェス以上にね、そうですよね、ちょっとアウェーな感じもあると思うので頑張ります。今日は在宅、まあね、お休みも大事だよね、せっかくの休みだからね。いや本当にでも緊張する、めちゃめちゃ緊張するちょっとしっかりパフォーマンスできるように、行く前にちょっとここでまだ練習できそうな、ちょっと広さがあるから、ちょっと練習してから行きますねさ、練習します。では頑張ってきます。ありがとうございました。